日岡神社名護司祭の様子は翌日の神戸新聞に大きく掲載されていました。はい、日岡神社で現在似顔絵ライブを行っております。似顔絵を描いてもらうコーナーがあり、それに初トライしてみました。先生、その帽子いいやん。エレゴにそれ七五三の子をよくつけるような、子供がつけるようなの。なんか写真撮ってくれよったけどな、洋さん、振動屋さんの方が。どの辺見とってんの？大丈夫ですよ。このまま大丈夫。そのままでいい。笑ってるのがいいかな。ああ。似顔絵描いてた？大きな猫の絵を描かしました。描いておられた？似顔絵。いや、似顔絵は出てない。血の枠ぐりの 絵を描かしました。その音楽を聴きながら。あ、音楽かな、本当は。うん、ちゃんと音楽を。音楽、ええ、あ、本当や、アコーディオンに。最初できないですけど。へぇ、似顔絵の方が長かった。へぇ、何でもできるんや。いや、やらないと生きていけないのかな。あ、プロですよ。ああ、そう。ちょっと、これ、そっから取って。これを取って。今のもでしょ。書き寄っても。ああ、書き寄るとこ。うん、書いてるとこ。だから、こっち側から。うん、もう、これ変な変態やから。こっち側から。すいません、書いてるの。こっからやったら、これ取れるやん。うん、そうやね。どんな感じがですか。手元、手元。もう、動いてると思う。動いてる。目指せ健康寿命。はい、目指せ健康寿命。100まで。健康寿命。100歳、健康寿命。100歳。健康寿命。ねえ、元気でいかない、元気でいかないね。松尾さんと、ダイヤ、合作や。うん、あのビデオもやってるんですけど、YouTube、100人ぐらい、100人ぐらい。あ、そうか。ちょこちょこ編集してアップする。モデルがあるんじゃないかくないか。外野席がうるさい。先生、じーっとこう正面から見れるのも楽しいな。うん、あんまり細かく見たんでしょ。え？ガクちゃうで。素人やで。うん、一見したらヤクザみたいな。うん。いや、ライブの方が面白いかなと思って。ん？ライブの方がいいかなと思うんですけど、写真もあるんですよ。ライブ？いや、今描く方が面白い。ああ、ね、そりゃそうですよ。先生、ライブ真剣に描いてくるよってやな。うん。ああ。描く？独学？そうやな、京都聖華大学っていうのを行ってたんですよ。そこで絵画部。その時に似顔絵。あ、似顔絵部門。漫画学科というのに行ってて、ちょっとだけやってた。へぇ、吉本の日川先生って人が、兵隊で、疑問で書いてはってる。その方が、こう、筆で書くのを、一発書きしかダメだよ、って下書きもしないって言ってたんですよね。教えてもらって。おぉ、ええ感じ、渋い。あ、そう、はい、楽しみやな。ワクワクドキドキ、はいはい、みんなグループで行動しよってのは人道屋さん。そうですね。おお、行ける人だけが、行ける人だけ集まる。あ、2人一緒に住んでるんです。この2人は一緒に住んでる。あ、ご夫婦。住んでるだけ。先生のやつ。住んでるだけ。住んでるだけ。意味はない。
名前入れますか。あ、高弘、トライ高弘いうのがね、はい、僕のね、はい、TRY 高弘を渡しておきます。ありがとうございます。 QR コード、はい、またナルミから、ナルミはナルミから。どこで姫路ですか。お写真撮って帰りに渡してください。あ、市川町っておっしゃってた、ね、市川町ですね、はい。あ、本当は森田奈美子さん。はい、本名も。あ、本名ですか。あれ、これかな。あ、はいはい、前だいぶ前から、ね、で、この真ん中はご主人。あ、そうです、私でございます。男前や。すごい。よろしくお願いします。暗い、暗い高い。そう。書かせて、下手やけど書かせてもらっていいですか。文字も。文字も書かせてもらっていいですよ。渋い。はい、ありがとうございます。結構入ってるかもしれませんね。今日も最後までご覧いただいたら、はい、ありがとうございました。すぐにちょっと今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。